2011, we do it! フットボールファンの皆さん、こんばんは。フレンドリーマッチをお送りします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。中西さん、今日の試合どう予想されますか？両チームとも縦に速い選手が多いので、カウンターを警戒するべきですね。なるほど。ここで両チームの選手入場です。今、試合前の記念撮影が行われています。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。キックオフで試合がスタートしました。どういう試合になるか楽しみです。画面に向かって左から右へ攻めるのがブラジルクラシックス。黄色いシャツ、
青いパンツ、白いソックス、反対に右から左へ攻め、押し込め、ブラジルクラシックス早くも先制点を挙げました。さあもう一度見てみましょう。ブラジルクラシックス、このリードを絶対に譲らないためにも集中しなければなりません。止めた、ズバッと打った、弾いた、よくしのいだ。5分経過、ソクアテス、オイナール前、ルイス・フェレル、アントニオーと、ここで前方へ、カブリーノ、ジュニアーム、ここからカウンター、ここから早く攻めたいですね。タウデリ、パスが通ればチャンス、おお、来た、リスティング、ダイレクトで来た。10分過ぎました。頭で落として、ジュニアーム、ここでインターセプト、コンティ前、アントニオーム、ゆっくり上がる、これが通れば面白い。ピッチの外にボールが出ました。前にボールを送る。イタリアクラシックス、なかなか得点できませんね。中西さん、はい、ボールを試合していても勝てない時があるんですよ。これもまたサッカーですね。いい守備だ。ブラジルクラシックス、コーナーを得ました。ヘリ、ボールを置きます。入れさせません。15分経過、レアンソロ前、おっと左に出した、止めた、守りきった。ベクテが味方を探す、仕掛けます、セーフティーに行きました。あっと縦に出した。20分経過、よくしのいだ、トステン、コロナティ右へ、じっくりとパス回し、バックパスです、右サイドに送ります。カブリーネ、縦に出します。ファウカン、リベラール、力強いドリブル、速攻、シュート、ブラジルクラシックス、さらに追加点。ただいまのゴールシーン、今一度ご覧ください。ブラジルクラシックス、今日はいいペースですね。らしさが出てきましたね。ジェンティール、前方へ。さて中西さん、はい、ブラジルクラシックス、左サイドを攻め込まれています。外で張ってる選手があまりいないので崩されてるんじゃないですかね。コンティ、持って上がる、ファウカン前、どう展開するのか、チャンスですね。トステン、おっとシュートできた、ゴール、トステン、今日2点目。ただいまのリプレイご覧いただいております。ブラジルクラシックス、さあこれだけの得点差があればあとは守るだけですね。前半30分過ぎました。ここから打ってきたが惜しくも外れました。アントニオーと、おっと前にはたいた、取り返した。ここでニアサイド、イタリアクラシックスボールになります。
さっきと同じようなボールが流れます。前半あと10分です。トステン、このボールをピックアップ。おっと、これを前へ。コロナティ、イタリアクラシックス、ゆっくり回します。さて中西さん、はい、ここまでのボール支配率はブラジルクラシックス 44%、 イタリアクラシックス 56%、 ボール支配率に差が出てきました。サポーターの応援も心なしか元気がないですね。前半終了まであと5分。戻って受けます。右、アントニオ、タウカン、前、シレナ、縦に出します。コンティ、パッと前方へ。ロッジ、つないでいきたいところ。ブラジルクラシック、ヘリ、どうするのか。前に送って、ここから反撃だ。手元の時計では残り時間がほとんどありません。前方へ、オイナーイ、前へ。イタリアクラシックス、ゆっくりとボールを回します。すごい揺さぶりをかけてきましたね。右に展開、ジェニオセマー、カブリー、後ろへ。激しい奪い合い、ここで笛です。前半終了、ブラジルクラシックス3点差で前半を折り返します。前半戦を振り返ってみましょう。まずはこのシーン、前半2分、お手本通りの動きですね。ではこれはいかがでしょう。前半4分、このプレー。前半10分、続いてこのシーンです。前半25分、非常に落ち着いて決めました。今のシーン、別の角度から見てみましょう。次です。前半30分、トステン、ただいまのシーン、別の角度からご覧ください。最後にここです。前半32分、これはこの後につながる動きだと思います。両チーム、ここまでのスコアをお知らせします。さあ後半戦が始まります。イタリアクラシックス、ここまでの劣勢を挽回できるのか。ジェンティーヌ、前方にフィード、コンティと、ここで折り返した。ゴールラインを割ってしまった。ボールが激しく往来、縦に出します。チャンスですね。ロッジ、前にボールを送る。ここでカット、ソクアテス、ここでカット。後半5分経過しました。トステン、じっくりとパス回し、ヘリ、いきなり打ってきた。キーパー反応した。頭でコロナティ、ボールキープ、中へ、リベ、ねじ込め、取れない。リベラール、ゴール。リベラール、今日2点目。ただいまのシーン、スロー VTR でご覧いただいております。ブラジルクラシックス、さあもうこれだけの得点差があれば安全圏と言っていいでしょう。ヘリ、ポンと、おっと打ってきた。おっと、吹かしてしまった。これはジャストミートできない。いいですね、迷わず狙いに行ってますね。後半10分が経過しました。ベクテガ、
味方を下がって激しい奪い合い。ブラジルクラシック、カット。ジュニアーム、トニーの前へ。ファウカ、スペースへパスを出した。シレナ、オイナール縦に出します。ロッジ、前に送って、そこだが惜しくも外れました。後半15分経過。小さく蹴り出す。左足でリスティング。激しい奪い合い。タウで右へ回す。アントニオール、速い速い。タク、これはファールです。選手の交代が行われています。シレナ、前方にフィード、カット。ヘリ、前方へ。リベラール、抜群のキープ。イタリアクラシックス。後半20分経過。レアンソロ、持って上がる。ジェン、守りきった。ヘッドでつないで、トニーのセレーソ、お、縦への。さあここから、これは素晴らしいようでしたね。素晴らしいスピードです。おっと前方に旗、しかしカット。パスコースを完璧に消してましたね。前、縦に出します。ジュニアーム、前に送って、ヘリ、中央を駆け上がり、よくしのいだ。後半25分経過。ここで選手交代があります。シュート、ちょっとイージーすぎたか。もっと落ち着いて狙った方がいいですね。コロナティ、前方へ。イタリアクラシックス、なかなか得点できませんね。中西さん、はい、ボールを試合していても勝てない時があるんですよ。これもまたサッカーですね。ルイス・フェレル、止めた、出た、来い、流れを止めた。クリア、守備が安定してますよ。コロナティ、縦に出します。リーガ、激しい奪い合い。ヘリ、どうする、前方へ。リベラール、ジリジリ、よく止めた。ブラジルクラシックス、コーナーを得ました。ジェンティーレ、シュートコースを完全に消しています。ヘリ、どういうボールを蹴るんでしょうか。ヘッドでクリア。トニーのセレーソ、ショートパス、狙ってきた。タウデリ、前へ。ここでインターセプト、いいですね。トステム、前、打て、守りきった。左へパスを通します。激しい副審がファールを取りました。ジェンティール、輪にボールを送る、止めた。パス、さあカウンター。さて中西さん、はい、イタリアクラシックス、攻撃が左サイドに偏っています。空いたスペースには気を配ってほしいですね。ルイス・フェレラ、前方へ。トステム、素晴らしいコントロール。打ってきた、弾いた。リベラール、がしかし外れてしまった。リーガ、ヘリ、前へ。いいですね。打った。イエーオー。トステム、見事ハットトリック達成。ただいまのゴールシーン、ご堪能あれ。
ホイッスルが鳴りました。試合終了です。ブラジルクラシックス、大量得点による一方的な試合展開でした。